これは S4 スペシャル水素酸素水生成器という、ね、ものです。この容器は味の素さんの医療用のペットボトル使ってます。穴を開けて改良してホースつけてやってます。今回このホースの間にフィルター、ちょっとこう見にくいんですけども、フィルターはこちらのこの綿棒をねこうフィルターの中にちょっと詰めてあるだけなんですけども、これによってまあここ開放するときに今までであればかなりの勢いで水素と酸素が吹き出していたんで、これをつけることによって安定した、吹き出しが、ね、できるという、うん、今回これは今6本使用、ね、SO の元が今6本入ってまして、でこれで2週間ぐらいは水素と酸素を生成できます。1本あたりこうアルミホイルをねまた1本10円分ぐらいはまた巻き直してやってます。これで今ここで使ってる白い部分のやつはね特殊な、特殊でもないんですけども、ちょっと専用の不織布、これを今2年ぐらいは使ってます。高畑裕太さんの方では合意があるものと思っていた可能性が高く、